街道は、私たちこの心を込めて主のために捧げた街道、そこにあなたは喜びを持って集う民を祝福してくださり、また私たちはこの地にあって地の塩、世の光、キリストの思いをこの地上でなす、そのためのキリストの体の各部分です。私たちが今から御言葉を開き、また祈りの時を持ちますが、どうか主よ、私たちの祈りがあなたの御心にかなったものであるように、自己中心の思いから出る祈りではなく、あなたがどう願っているのか、あなたがこの教会を通してどう動きたいのか、私たちの祈りがそのあなたの御心に沿った祈りへと導かれるように助けてください。こちらに向かっている兄弟姉妹がいるならば、どうかその足を守り、早めここの場所へと導いてください。また今日は足場が悪いために来ることができない兄弟姉妹もいると思います。また体調のために来ることができない方々もいると思います。それぞれの場所にあって祈りの時を持っていると思いますので、それぞれを祝福してください。感謝してイエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。本日の聖書箇所は詩編の85編になります。詩編85編の全体を今日は一緒に読み見ていきたいと思います。詩編の85編の1節から13節共に見ていきましょう。聖書をお読みいたします。詩編の85編の1節から13節をお読みします。指揮者のためにコラ人による賛歌。主よ、あなたはご自分の地に恵みを施し、ヤコブを元通りにされます。あなたは御民の咎を担い、すべての罪を覆ってくださいます。セラ。あなたは激しい怒りをすべて収め、燃える身怒りから身を引かれます。帰ってきてください、私たちのところに。私たちの救いの神、私たちへの身怒りをやめてください。あなたは常しえに私たちに対して怒られるのですか。世々に至るまで身怒りを引き伸ばされるのですか。あなたは帰ってきて私たちを生かしてくださらないのですか。あなたの民があなたに会って喜ぶために、主よ、私たちにお示しください。あなたの恵みを私たちにお与えください。あなたの救いを聞かせてください。主である神の仰せを。主は御民に、主にある敬虔な人たちに平和を告げられます。彼らが再び愚かさに戻らないように。確かに御救いは主を恐れる者たちに近い。それは栄光が私たちの地にとどまるためです。恵みと誠は共にあい、義と平和は口づけします。誠に地から生え入れ、義は天から見下ろします。主が良いものをくださるので、私たちの大地は産物を生み出します。義は主の御前に先立っていき、主の足跡を道とします。本日はこの聖書箇所、詩編の85編の1節から13節から、主の足跡を道としますというタイトルで一緒に聖書を見ていきたいと思います。この85編はバビロン捕囚からイスラエルの民が帰還した時に読まれた賛美であるというふうに言われています。彼らは自分たちの国を自分たちの不信仰のゆえに神様によって、本当にその神様からのパニッシュメントとして、彼らは自分たちの地をこう追いやられ、バビロンへと捕囚されていきました。そのバビロン捕囚からイスラエルの民が神様の憐れみによって帰還した時、イスラエルの民の引き続きの恵みを神様に求める祈りです。自分たちの地を追いやられて違う地に行っていた彼ら、そこから自分の地に戻れる、それは大きな喜びであり、また大きな祝福だったと思います。感謝だったと思います。自分たちの国に帰れる、自分たちのところに戻れる。しかし同時に、長い年月このバビロンに捕囚されていた彼らにとって、
自分たちの地に戻ってからの生活というものがやはり不安、恐れ、いろいろな思いがあったと思うんですね。本当にこうちょっと旅行みたくして行って帰れる、自分の家そのままある、前の状況がそのままというわけではありません。長い年月こうバビロン捕囚という形で捕囚をされていた、奴隷のように扱われていた彼らが自分たちの地に戻るときに、そこで新たな生活がどのようにスタートされていくのか、戻れるという喜びがあったと思いますが、でも先のことを考えると、自分たちがそこに戻って前のような生活ができるのかどうか、いろんな不安が喜び感謝とともにこう溢れ出てくるのは当然のことだと思うんですね。その2つの思い、こう喜びの部分とネガティブの部分がこう心に共存している、すごくこう不安定な感情がそのバビロン捕囚から帰ってくる時のイスラエルの民の心だったのではないかなと思います。そのような中で今日の85編はこう読まれている賛美だというふうに言われています。ここでまず自分たちの地に戻っていくということ、一節、主よあなたはご自分の地に恵みを施し、ヤコブを元通りにされます。イスラエルの民、ヤコブという時にはイスラエルの民を表します。イスラエルの民を元のところにこう戻してくださる。御民の咎を担い、すべての罪を覆ってくださいます。あなたは激しい怒りをすべて収め、燃える身怒りから身を控えます。不信仰であった彼ら、偶像礼拝をし神様を恐れず歩んでいた彼らがバビロン捕囚をされていった、そこから戻るときに彼らは本当に神様によって許された喜びや、また神様が自分たちの罪をこう許してくださった、担ってくださった、そういう思いをこう持って戻ってくる、そういう感情がここには見受けられますが、同時に3節4節5節で身怒りとか怒りという言葉がこう出てくるのが目に留まります。あなたは激しい怒りをすべて収め、また燃える身怒りから身を引かれます。また4節でも私たちへの身怒りをやめてください、5節でも最後の部分で身怒りを引き伸ばされるのですか。神様が自分たちに対して怒っておられる、怒っておられた、もしくは今もまだ怒っておられるのではないか、もちろんそれは自分たちの不信仰ゆえなわけですけれども、神様の怒りがまだ神様側にこう残っておられるんじゃないか、そういうこうバビロンに捕囚されたっていう現実だけではなくて、神様と自分たちとの関係において、もうそこにこう何のわだかまりもないのかどうか、神様側にはまだ怒りが残っているのではないか、いや私たちはイスラエルの民はそれだけのことをしてしまっている、そういう、こう神様に対する恐れがイスラエルの民にあることがわかります。彼らのうちに不信仰の認識、このバビロン捕囚をされた背景に自分たちの不信仰があったということの認識、どれだけ自分たちが堕落し神を恐れない生活をしていたのかということの自覚、それが彼らにこうあったことがわかります。しかしその中で彼らができることは、もう神様に祈ること、神様により頼むことしかありません。神様の守りと神様の憐れみを求めることしかできません。7節から9節ではそのような神様に本当に願っている、恵みを願っていることが分かります。7節では、主よ私たちにお示しください、あなたの恵みを私たちにお与えください、あなたの救いを。このように彼らは自分たちのバビロン捕囚以前の不信仰、それを自覚している中にあって今回戻していただく、そこで本当に神様の御怒りが許されるように、そして神様の恵みが与えられ、神様の救いが自分たちの上にあるように、自分たちは神様を恐れ歩んでいけるように、そういう彼らの神を恐れる者たちの祈りや願いというのが7節から9節まで続いていきます。そして10節から13節の部分は擬人化して賛美をしていくという、まあ、これ賛美なので、また詩の体験を取られているので、このような擬人化をしている言葉というのは詩編にはよく出てくるんですけれども、この10節から13節は神様の関係と自分たちとの関係を擬人化した賛美の仕方をとっています。10節から13節をもう一度読みします。恵みと誠は共にあい、
義と平和は口づけします。誠は地から生え入れ、義は天から見下ろします。主が良いものをくださるので、私たちの大地は産物を生み出します。義は主の御前に先立っていき、主の足跡を道とします。特にこの10節から11節の部分ですね、恵みと誠は共に合う。恵みというのは神様側からの歩みを消す恵み、そして誠は私たちですね、私たち側からの神様への真実な応答で、この神様からの恵み、そしてそれに対して私たちが神様に対して本当に忠実に真理を持って対応するのであるならば、神様と私たちは共に合うということを言っています。義と平和は口づけします。この義はまた神様側ですね、神様は正しい義なるお方、神様側からの義、そして人間側が本当に神様との和解、神様を恐れて神様に許しを請い、神様と和解をするのであるならば、その義と人間側からの平和は口づけします、お一つになりますということですね。誠は、まあ、私たち側からの神様への真実は地から生え入れ、まあ、人間側から生えてきて、そして義は、神様の義は天から見下ろします。この神様側から与えられる恵み、神様側から与えられる義と、人間側からその神様に対して出てくる誠、そして人間側から出てくる神様との和解というものが、両方が出た時にそれぞれは一つになっていけるんだということを、この10節11節の部分で強調されていることが分かります。でこれはですね、今の私たちも同じことが言えるわけです。現代の私たちのこの世の中も本当に不信仰です。神を恐れていない社会がこう、まあ、マジョリティになっているわけですね。聖書に立つ基準ではなく、こう人間が聖書から見るときには神様が喜ばれないような基準で生きている、その世界が今の世界です。不信仰な世界の今の世の中にあって、神様は私たちに確かに恵みを与えてくださっている、私たちはこの暗闇の中、また神様を恐れない中、不信仰の中にあっても、私たちはイエス・キリストと出会って、そしてそのイエス・キリストによって神様に従っていく、神様の真理を行っていくものであるならば、神様の恵みと私たちは共に会うことができる。また神様の義に対して私たちの罪をきちっと悔い改めて神様と和解するのであるならば、私たちは神様と口づけをすることができる。私たちの真実、神様に恐れる真実というのが地から生え出るときに、神様は義からこう私たちを見下ろしてくださる。そしてこれらを見るときに、まさにイエス様は神様であり、その恵みを与える側、義を与える側であるにもかかわらず、私たちのところまで降りてきてくださって、私たちこの地上にあっての誠となってくださった、この地上にあっての平和の君となってくださった、これは本当に大きな憐れみであり恵みであるなと思わされます。私たちはイエス様を通して今神様につながることができるわけです。そしてイエス様はそのためにこの地に人として来てくださり、神であるお方が人として来てくださり、そして私は真理である、この地上にあって真理をの代表となってくださった、そして平和の君である、私たちと神様の和解のその代表として、指針としてイエス様は立ってくださって、ご自身を捧げてくださった。本来神様側にいたそのイエス様が私たちの方に来てくださって、この人の代表として神様の前に立って、誠として、私たち人間の誠として、また人間の平和として、代表者として神様の前に許しを請うてくださった、それがこうイエス様が私たちにしてくださったことであるということを覚えるときに、本当に今私たちはこの不信仰の世の中にあっても、イエス様が全てを捧げて犠牲を払ってくださって、神様と私たちが一つになる、そのための道を作ってくださったことを見ることができます。13節で、義は主の御前に先立っていき、主の足跡を道とします。私たちは
何をしたらいいのか、何をしたら神様と一つになれるのか、それは主の足跡を道としていくことです。イエス様が歩まれたその道、イエス様が追われたその十字架を、こう私たちはイエス様と共に追って、イエス様の足跡を踏んでいくときに、私たちは神様のところにこう行くことができるようになるわけです。神様の子供として神の御国に入ることができるわけです。そして神様と私たちがこう和解してくださるその道は、イエス様の足跡の道だけです。最近、今日はとても雨がすごくて、ほとんどの雪が溶けたと思うんですけれども、本当にこう雪道がすごくてですね、皆さんも散歩とか歩くときにとても大変な思いをされたのではないかなというふうに思います。先日も主人と散歩をしていて、もう思った以上にもう道が凍っていてですね、もう危なくてしょうがない。2人でこんなスケートリンク歩いてるみたく歩いてたんですけれども、でもですね、ちょっと芝の方に見たらですね、まだ雪が残っていて足跡があると、その足跡をこう追っていくとですね、比較的滑らないでいけるわけですね。で、道よりもそちらの方が安全だということで、芝生の方に行って、芝生のこうもう足跡でへこんでるところをこう行くと、雪にも潜らず、そして、氷も芝生の上は張ってなかったので、危なくなくこう通っていくことができました。また深い雪道などもそうだと思います。誰かが歩いてくれた足跡をこう踏むように行くとですね、足がボコボコって潜ることなくこう進んでいくことができる。またどっちに行ったらいいかわからないような時にも、足跡というのはとても大きな助けになります。どっちに行ったらいいかわからない時に、本当にそこに足跡がある時に、その足跡の方に行ったらいい。例えば片っぽの道はもうなんかウルフみたいな足跡があって、片っぽに人の歩いた足跡があればこっち行ったらいいなっていうのはすぐわかるわけですね。足跡というのはそのように私たちが歩む道を安全に助けてくれる役割もありますし、また道しるべにもなってくださいます。そして主の足跡を私たちは道としていくべきなのではないでしょうか。イエス様の足跡に、私たちはその足跡を追っていくときに、私たちは安全が守られ、無事に天の御国に着くことができる。どっちに行ったらいいかわからないとき、イエス様だったらどう歩まれるのか、そしてそのイエス様の足跡を頼りに私たちが行くときには、天の御国に行く道を間違えないで行くことができるのではないでしょうか。神様は私たちにその足跡を示すために、私たちが間違えないで天の御国に入れるために、この地上に生まれ、また私たちの罪の身代わりに十字架で死んでくださいました。命であり誠である、そのイエス・キリスト、また私たちの平和の君であるイエス・キリスト、このイエス・キリストの足跡を道として、私たちは今年2022年も歩んでいきたいと思います。私たち一人一人が主の足跡を道とし、またこの教会、神の家族 BJGC がこのキリストの体として主の足跡を道として、この地にあって神様を褒めたたえ、地の塩、世の光として輝いていきたいと、そのように願わされます。お祈りを捧げます。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。本当に2020年から2021年と、今までにないこのコロナのパンデミックによって、教会自体も教会を閉じなければならなくなったり、全てオンラインに切り替えたり、人数制限を持ったり、本当に今までには経験したことのないような道を今歩んでいます。時として私たちはどう進んだらいいのか、行く先が見えなくなる時、道がいっぱいあってどっちが正しいのかわからない時もあるかもしれません。いや、今までもありました。でもそのような時、イエス様ならどうされるのか、イエス様の足跡を私たちが見つけて、その道に進んでいくことができるように助けてください。神様、諦めてしまったら、止まってしまったら、戻ってしまったら、簡単な時もあったかもしれません。またこれからもあるかもしれません。しかし私たちは恐れることなく、イエス様の足跡に、その道に従って歩んでいく教会であるように、あなたの栄光をこの地で表せる教会であるように、あなたの御心をこの地で行える教会であるように、どうか神様助けてください。新しいことに対応するとき、私たちはどう進んでいいかわからないことがたくさんあり、主よ、知恵を与えてくださいとあなたに祈ります。そのようなときに、あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。イエス様ならどうされるのか、私たちは御言葉からあなたの足跡を見つけ出し、その道に進んでいける教会であるように助けてください。
時としてその進もうとする道が地上から見たら、常識から見たら何をやってるんだと思われる時があるかもしれません。しかし主よ、私たちが世の中の常識や世の中の見方ではなく、神様がどう見るのか、そこに恐れを持って進んでいくイスラエルの民、神の民のようであるように、あなたをのみを恐れるものであるように助けてください。この時を感謝します。これからの祈りの時間も主が祝福して導いてください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。では、今から全体の祈り課題をシェアして、それから、福作牧師の方に代わって、個人的な祈りの課題などをシェアしていってもらいたいと思います。1月の祈りの課題が後ろにあります。もしお手元にない方は、1月の祈り課題を取ってください。こちらは個人的な祈り課題が多いので、後で牧師の方からディテールが紹介されると思います。今月の予定なども一つ一つ整えられていますけれども、この前の成人祝福式は8名の男性の教会の子たちが祝福式の対象となりました。8人の男の子たち全員熱心なクリスチャンで、本当にこれからの希望だなというふうに思わされます。1月25日は CGM のこの今のこのパンデミックになって、いろいろな形で Zoom でミーティングが行われるようになり、今 CGM の牧師会というのを日本人教会の先生たちで、Zoom で会って、みんなで共に祈り合ったり近況報告を持つ時を今持っています。25日その交わりがまた祝福されて、場所は違っても同じ志で日本人のために仕えているカナダにある教会、お互い励まし合えるようにお祈りください。また各スモールグループなどのリーダーもここに載っているので、覚えてお祈りくださると感謝です。そして、同盟教団の祈り課題を一つ覚えてお祈りしたいと思います。祈りのネットワークから覚えてお祈りしていきたいと思います。はい、今日はこの13ページの右下でした。蛍ヶ池聖書教会森田先生ご夫妻ですね。2021年教会方針実りと成長詩編92編12節、教会のすべての兄弟姉妹が福音宣教と教会形成に思いと願いを持つように、コロナ禍の中で創造的な宣教方策の計画と実施がなされるようにということです。では、全体の祈り課題、大きな祈り課題をここまでとしまして、教会の個人的な祈り課題をこれから